社員の方ですか。実際本当にそうなんですか。人気の機種って多分そんなに今数出てないと思う。どうも山田久志です。レビューでプレビュー、今月もよろしくお願いします。今回も視聴者のレビュー動画をプレビューしてあーだこーだ言っていきたい、そんな番組でございます。早速今月のゲスト呼んでみましょう。こちらの方、ナイトメアの質疑です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。山ちゃんお久しぶりです。ということでお久しぶりでございます。全然会えなくなってもう早何年ぐらいかっていうぐらい。そうですね、ね、だって2人で飲みに行ったことありますからね。そうそうそう、本当だよね、はい、先月のゲスト、はい、リンチの葉月さんからのご紹介ということでこれもびっくりしたんですよ。はいはい、実際に、うん、葉月くんと俺会ったことあるのって、うん、4年5年ぐらい前に1回だけでゲームではしょっちゅう会ってるんですけどっていうことだ。いやでもね、本当に今日はこういった形でちょっとね、はい、繋がれたので、はいはい、レビューでプレビューぜひよろしくお願いします。違います。はい。じゃあさらに IO データの、はいはい、本社の人も見ているよということで、本社の方、はいはい、もう一人お呼びしたいと思います。IO データの澤田です。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。いつもね、なかなかないと思うんですよ。社員の方と直接こうやってズームをするっていう。ないです、ないです。ちなみにあれですか、なんか、ひげさん、自分のもう今身の回りで、パッとこう、はい、コンピューターとか周辺機器見てて、はい、IO データって書いてるものってなんか。外付けのドライブとか。あ、ディスドライブ。お、結構昔から使ってるのがあります。お、いいじゃないですか、はい、ちなみに他社のも使ってるわけですよね、やっぱりね。モニターは、ええ、電球。ほら今すごい沢田さん悲しそうな顔になってる。あ、すいません、ね、だって山ちゃんが言う。モニターも IO データ出てんですよ。ちょっとほら沢田さんアピールして、アピールして、ほら欲しいの言っていただければすぐ送りますよ。本当か。いや、マジですか。それはまだレビューしてないんだから。レビュー上がってからにしましょう。ちょっと沢田さんと俺は後で個人的にズームやってみる。そんな番組じゃないですから。あ、違います、これ何でもくれる番組じゃないの。ああ、そうですね。じゃあ改めて、まあ、レビューでプレビューのルールをご説明しますね。はい、勝手にレビュー動画借りといて勝手に評価して、うん、でもあまりにも勝手すぎるので、ただ動画を評価するだけじゃなくて、はい、投稿者の方には松の場合はポータブルの SSD1TB、 竹だったら Wi-Fi6 対応の無線 LAN ルーター、目立った場合はスマホ用のカラオケマイク、これをですね IO データさんから、プレゼントできると。いいな、ちょっと俺も動画上げようかな。あ、お願いします。もうね、実はそうやって言ってくれる人多くてですね、レビュー動画上げようかな、ぜひヒッツのレビュー動画を見てみたい。どうします、それで酷評されてチャンネル名はコローンゲーミング、動画の内容としては HDMI キャプチャーの実演レビューというふうになってるんですけれども、キャプチャーボード的なことですかね。お、さすが詳しいですね。違うのかな。はい、コロンです。いつもご視聴ありがとうございます。今回はですね、IO データから発売されている PC 用キャプチャーカード、うん、GVUSB3HDE というね、Amazon限定モデルとなるんですけど、こいつをね紹介していきたいと思います。こう Amazon限定って今言いましたけど、うん、何が違うかっていうと、ほとんど中身は一緒なんですよ。性能もね、まずほとんどというか全く変わらなくて、編集用のソフトのね、パワーダイレクターってやつか、あれもついてますし、 IO データのね、録画ソフト IO データ HD ミックスキャプチャーっていうやつもこいつにはついています、うん、全くね、中身は同じなんだけど、こいつね、ちょっとね、値段がね、少しだけ、うん、ほんの少しだけなんですけど、 お安くなってるんですよね。で、その上でね、さらに配信用ソフトとかね、ウェブカメラの映像をこうカスタマイズできるソフトとかなんかを使ってる。ちょっといいですか。あ、来た、ポーズ。さあ、もうここでポーズ入った。社員の方ですか、この方。田田さん、違いますよね。別の社員ではないです。ですよね、ですよね、調べたところ、この動画の感じとかも分かりやすすぎません、はい、ちょっと。まあ確かにね、本当にオープニングから無駄がなくて、アマゾン限定版が出るっていうのはどういう流れなんですか、そもそも。購入されるお客様が、まあ、お店と、まあ、EC 量販店とっていうので分かれるケースがやっぱ特に最近多くなってますので、うん、購入しやすいアマゾンさんとかで、まあ、ちょっともうすぐに買って届いてすぐ始めれるようなという形で、うん、まあ、他のものをつけて。つまり IO データさんがこの2種類を作るんだ。はい。
僕はこれ2種類をねメーカーが作ってると思ってなかった。なんかアマゾン側で勝手にくっつけたりしてるのかなと思ってたのよ。確かにあるよくあるじゃないですか。だってね、アマゾン版とか、そうそうそう、なんでこっちに、そう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 、うん、確かに。ってことはあれだね、これからナイトメアとかもそれもいいのかもね。やってますあるある、そう、それあるよね、メーカーさんが、はい、だよね、そっち側で買ったらこっちこれつくけど、うん、こっち側でこの限定のこれがつくとかっていうのを、そうそうそう。でもそれってやっぱメンバーの発案ではなく、通常だってそうだよね、お店の発案だもんね、うん、そうですそうです。こっち側から主導のっていうのも時代としてはいいのかもしれないね、これね。そうですね、はい、ライセンスクーポン2ヶ月分がさらについてくるというね、うん、これね同じ製品なのにねかなりお得になってるので、これからね配信とか動画投稿を始めようかなっていう方にはかなりねコスパも良くて、これ一つ買っちゃえばね完結できちゃうんじゃないかっていうぐらいの内容なので、すごくおすすめです。これ本体ですね、わかりやすいな。で、確かに本体をね縦置きするためのスタンド、こうやってね縦置きできるようにするためのスタンドです。本体はこんな感じですね。ちょっとね なんだろう製品ページとかで画像だけ見てみるとねちょっと大きいかなって思うんですけど、うんうん、割とね手のひらサイズでコンパクトな仕様になってます。幅が 80mm だったかな、うん、で縦が 115mm、 そして高さが 27mm となっています。でさっき言ったこのスタンドですね、スタンドを使うことで縦置きにもできるようになっています。マジでいいですねこの人。手のひらとかね、その比較するものと一緒に置くとかすごいもう基本じゃないですかこういうのって。もうあなんかこう美容系のねえもういやもうほらほらほらこういうやつね、こういうのやっぱり、ね、なかなかそうなんですよ、やってくれそうでやってくれない人多い中、うん、サクサクっとこうやってくれたのは本当に一瞬、うん、社員かって思ってもおかしくないぐらいそうですね、ねえお店の人みたいに。ちょっとね俺ね俺の PC って DVD ドライブがないんですよね。そうだな、なのでこれちょっとね今や使えないんだけど、一応ねこのアプリケーションサポートソフトっていうやつは公式のページからね、まあ、そうそうそうダウンロードできるので、うん、最近そうっすよね、ね、DVD ドライブがない PC をお持ちの方でも、ね、一応ねサポートソフトは使えるようにはなってます。ただねちょっとね注意してほしいのが、さっき編集用のソフトのパワーダイレクターパワーディレクターが、ついてるっていう話をしましたけど、あのパワーダイレクター一応ねネットで拾うことができないみたいなんですよ。 DVD ロムには入ってるんですけどネットで拾うことはできないみたいなので、その編集用ソフトが使いたいってなると、もし DVD ドライブがない PC だとね別途 DVD ドライブをね用意しないといけないってなるので、その辺は注意が必要です。いいですか。はい、止まった止まった。最近のパソコンってその DVD とか CD とか読み込めないのが多いじゃないですか。ないんだよね。 IO データさんから出てますから。なんか違う形の今こう角度から宣伝をしてもらいましたけどただあれですよ、なんかその別に IO データとしては、はい、DVD のドライブを買ってほしいからってわざわざあのソフトを DVD ロムでつけたってそこはそんなこそんなことはしてませんけど、まあ、もちろんですもちろん、ね、そうそう、今彼のあれはおっしゃる通りだったんですか。はい、おっしゃる通り、あのメディアでしか提供せないような状態になります。あ、権利みたいなものとか。そうですね、ライセンスの関係でメディアでという形になってます。まあでもドライブ出てますから、そんなお高くないですからメーカー側のフォローをむしろ棺さんがしてくれるっていうねすみません、はい、いえいえ、ありがとうございます。優しいゲストでありがとうございます、はい、それではねこれから、サポートソフトを入れて、それからドライバーをねインストールしていきたいと思います。で今 IO データさんのサポートソフトのダウンロードページに来ています、うん、はい。でまあ使用 OS を選んでこのダウンロードってやつですね、こいつをダウンロードします、うん、はい。それ で, いいです、ね、この GVUSB3HD ドライバーってやつですね、こいつをクリックするとドライバーの、ね、インストールが始まります、うん、立ち上げるとこんな感じですね、うん、このねインターフェースはねかなりね簡素化されてて直感的でね分かりやすいです、うん、起動したとね同時にねこうやってGVUSB3HD が認識されてキャプチャーすでにされている状態になっているので、うん、使い方に迷うことはなさそうですね。ストップストップ。いや今ね見ててすごい普通に疑問に思ったんだけど、はい、このレビュー動画は何のキャプチャーで作ったのかなって今思ったんだよね。あでも
これ使ったんじゃないですか。あ、でも物があるか。でも物見せてたから。すっごい思った。パソコンのデスクトップがサイバーパンクっていうゲームのデスクトップだったんで。はいはい、はい、はい。でもゲーム配信はしてる方なんじゃないかな。いや絶対そうでしょう、うん、まあ、とはいえあのやっぱりあれを公開するっていう風になってるから若干デスクトップ綺麗にしてる可能性ありますよ、はい、まあ確かにそれはもうあのエロフォルダみたいなの置いとかないに決まってますから。今そういう人いるんですか。すいません、あの僕意外にそうだったりするんで僕はあの絶対デスクトップの画面はもう公開できないです。あ、そうなんだ。俺全然できるけどな俺。いやマジでできます、できます。じゃあそういうとこには置いとかないんですね、じゃあデスクトップ。いやいやいや、入れてない、入れてないから。そんなの失礼しました、入れてない、はい、入れてるわけない、はい、見てません。はい、はい、だけ使った感想なんですけど、全体的にね挙動がもっさりしてるかなとは思います。この音量扱うときもだけど、なんかね、なんか、おストップ。はい、もっさりしてるってそう言われてしまいましたね。これでも実際本当にそうなんですか、それともこのレビューしてる方のパソコンのスペックもあるじゃないですか。ああ、そうだといいなと今ちょっと私の気持ちでは思ってるんですけど。まあでもこれ実はこのソフト当社の内製で、まあ、社内で作ってるソフトなので、うん、逆にこういう意見をどんどんいただけると、うん、もっともっとやっぱユーザーの環境によってはこういう動きになるよっていうのをフィードバックして、うん、もっとよくいい製品できるかなと思ってますので、まあ、こういったご意見は非常に貴重なご意見として確かに開発陣の方にフィードバックしたいと思います。やっぱり全中でなんか当然検証できないから、できないです、ね、テストできないんで今って、うん、で逆にそういう情報があればこの人ももしかしたらね、ここの、うん、このもっさり感をあえて主張しなかったかもしれないしね、うん、推奨スペックとしてはこのぐらいなので、はい、それ以下で使うと使えるんだけどちょっともっさりしますと、うん、そういうのがあってもいいのかもしれないですね。確かに、ね、うん、どうでしょう。さあこれ見ていただいて、なんかちょっと買いたいなとか、はい、まあ、でも気になりますね。お、そこまでちゃんと伝わりましたか。うん、いいじゃないですかこれ。特にだからゲーム配信とか動画投稿する方とかでも多分気になるんじゃないですか、うんうん、結構そのキャプチャーカードって、ね、はい、多分今市場というかその人気の機種って多分そんなに今数出てないと思うんですよ、うん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 、なんでその中の一つとして気になるアイテムな気がしますけどね。ね、この方はあれですね、なんかその主張はないですね、ご自身のキャラクターは出してこない。出してこないですね。ね、うん、完全に影の MC として、天の声として、天の声として、あ、まあ、これもこれで見やすいですね。そうですね、あれですね、どうせだったらなんか実際に配信する画面っていうのもちょっと見てみたい。ああ、見てみたいですね、気がしますね。なんかね、はいはい、紹介だけで終わっちゃった、うんねっていうのがあるから、うん、はい、コロンゲーミングね、チャンネル名コロンゲーミングのコロンさんには、はい、松でーす。わあ、すごい SSD。 ちょっとと1テラっすよね。そうで、むちゃくちゃ早い。あ、あれちょっと待って、あれ俺480なんですよ、ね、あ、でも、あ、持ってた。うわ、すごい。これ俺のプレステ5につながってるやつ。マジ持っててくれてんじゃん。持ってますよ。うわ、澤田さんから笑顔が今もう満面の。じゃあ来週中ぐらいまでにその SSD のレビュー動画上げてもらっていいですか。俺から、はいね、このコロンさんにもこの SSD1 テラバイトプレゼントしますんで、次はその1テラバイトのレビュー動画も上げてもらえると、はい、いや、上げてくれると思いますよ、ね、ちょっと嬉しいかなと思いますんで、ぜひお願いいたします。ちょくちょくというか、まあ、割とゲーム配信とかもしてるんで、お、そうね、そういうのもチェックしてもらえれば、はい、お暇でした、はい、ですね。さあ、この番組では視聴者からのレビュー動画を大大大募集。2020年以降に IO データ製品のレビュー動画を YouTube にアップしたことのある方、ぜひ IO データの特設サイトからご応募ください。我々がこの番組で紹介させていただきます。チャンネルの登録数や再生数は一切問いません。動画は短くても長くても OK。 採用された方には IO データの商品もプレゼントいたします。どしどしご応募ください。さあ、杉さん、はい、後編もね、ぜひお付き合いいただきたいので、はい、はい、引き続きよろしくお願いいたします。お願いします。